お前らの彼女じゃなくて俺の彼女だからね。のんたんは。のんたんは俺の彼女だから。そこんとこはっきりさせとこうね。俺ののんたんでーす。のんたん、のんたん。てれてて。岡隆法さんワード2。ハッチさんワード2。和道稲子とコラボしたら面白そう。必殺螺旋階段には気をつけろ。俺稲子の家まで行ってるよ。パパ子と唯一会話した生主だ俺。パパ子と話したから、うん、今日そうです。違うな、それロハコさんだわ。あれ稲子がにぎやかになってる。あれ稲子ってどうやってやるんだっけ。うん、徳永由美って何。稲子のパパはインテリな稲子って感じだね。顔そっくりで超頭いい感じ。徳永由美がどうしたの。アナウンサー。なんで急に徳永由美って出たの。はい、和骨。文脈がわかんねえな。徳永か由美がどうしたのか全然わかんねえ。なんかあったの。今話題の人なのこの人。ナッチに似てるな。安倍夏美に似てるね。うん。39歳。身長高えな。ポタポタ？また？また外れサーバー引いたの？だいぶ軽くしたんだけど。渦巻きナルトとあだ名がついてんの、稲子。ほかけになるってばよって言ってた。友達だってばよって言ってた。今、稲子ってそんな名前ついてんだ。友達が統合失調症で生活保護になってた。そりゃそうでしょ。PC 買ってもらおう。買って、誰か。買って。富裕層の人、レッツノート買ってください。お願いします。僕にレッツノートを買ってください。最新型のプロ仕様。カスタムモデル。キーボード赤にします。お願いします。友達が生活、でもね、こんなね、世の中じゃね、病みますよ。ね、まともに生きてたらね、それ統合失調症の一つや二つ抱えますよ。相談された？そう、新型は35万ぐらいする。ただもう超ハイスペックだから。超ハイスペックだよ。化け物みたいな性能だから、最新型のレッツノート。スペックビビるぜ。どういう風に相談されたの？でもね、はっきり言ってね、もうね、一回統合失調症になったら治んないよ。もうね、諦めた方がいいよ。あのね、もう一回精神病になって治ったやつ見たことない。もう無理。一回壊れたものは治しません。治せないです。だから新たな才能を開花させて生きてください。絶対無理。周りに治ったやつ見たことない、もう。精神病になって。うん。一回壊れたらダメ、人間は。
Mac に負けてないね。っていうか Mac よりも性能は高いんじゃないの、レッツノートは。もともと値段で言うなら、資産提出でネットバンキング通帳出すの忘れてたみたい。あ、早めに出せば問題ないよ。うん、早めに出せば問題ない。っていうか資産提出は通帳を出すんじゃなくて、持ってる資産を提出するの。生活保護を受ける段階ではネットバンク登録しないといけないから、うん、Mac と Windows 比べるっておかしい。まあそもそもがね、うん、あいくみたワードツ、ネットバンク通帳ないからどうしようって言った。いや、まあそれ伝えればいいんじゃん。伝えてたら別にガミガミ言われないよ。ネットバンク持ってたんですけど、あのもう今使ってなくてどっか紛失しちゃいましたって言って、で中にはいくらも入ってないと思いますって言えばいいと思う。俺は東芝の中古買って15回ぐらい床に叩きつけたんだが、意外と丈夫に設計されてること。そうなんだよね、レッツノートって意外と壊れやすいんだよね。レッツノート耐久性が売りとか言ってるけど、 Mac の方が耐久性高いし、レッツノート速攻ぶっ壊れたんだけど、むしろ耐久性あんまないよ、レッツ。なんか耐久に強いっていうイメージあるじゃん、レッツノートって。あれ嘘だよ。まあでも日本のパソコンで一番やっぱ欲しいのレッツノートだよね。日本で一番安心できるっていうブランド力で言ったらレッツノートすごい上だと思う。だってこんだけ生主がいて、生主はほらパソコンとかうるさいじゃん、オタクの人たちだから。みんなレッツノートだもん、みんなレッツノート。ネットバンキングは通帳記載っていう概念がないってことでしょ。ネットバンクは通帳記載ないよ、プリントアウトすんの。うん、ネットバンキングはその PDF ファイルを出力して、その残高とかを全部見せんの。レッツウナに壊されたね。ウナにぶっ壊された。数年ぶりに会って生活保護数年受けてて、資産提出初めてだったみたい。それはなんか去年法律が変わったからだね。義務化になったの、年に一回。パソコン欲しい、今仕事用の職場から借りてるのだから自由に使えない。あー、パソコンを買った方がいいと思うよ。うん、レッツってニコ生の生主以外でも人気だ。レッツノートは結構売れてんじゃないの。うん、レッツノートは普通に人気モデルっていうか、ちょっと高級品っていうイメージ。うん、みんなレッツ欲しいんだけど、上弱とかはなんか買わないかもしんないけど、レッツは普通にパソコン欲しい人が結構レッツ買いてえなみたいな感じだと思うよ。贅沢品っていうか。あ、まあ、ダイナブックも人気か。確かにダイナブックも確かに人気だわ。耐久性あるやつとないやつあるから気をつけよう。俺はでもダイナブックは買わない。俺はレッツ買う。あ、外配信で一番軽いから楽なんだよ。夜ご飯は今食べた後だね。松屋食べてきた。松屋を食べてきたよ。特盛り食ったらめちゃめちゃすごい量出てきた。安いのなんかはキリがないよ。ほんと。それこそ3万円ぐらいでも手に入るし。MacBook なんか中古で5万ぐらいで手に入るし。中古だったら別に何でも安いの。3万から5万ぐらい手に入るよ。お疲れっす。ダイナは買って損した。うん。うん、ネットバンク。なんかね、別に生活保護のね、担当は結構その、最初に事前に言っておくと対応してくれるよ。見ろ、アド2。だから全然平気よ。事前に相談しておくのが一番いいと思う。こういう状況だっていうのを。レッツはほんと小さくて、あれであの性能やばいよね。そう、軽さとかが魅力なんだよね。サラリーマンとかがバッグの中に入れてても全然平気なんだよ。そう、高性能で軽い。
ごめん、みんなさ、今日ニコ生のサーバー調子おかしいからさ、ふわっち行くわ、俺。この枠の後。オッケー。なんかダメだ。ニコ生がほんと、ポタポタすぎる。これ配信にならないわ。ふわっち行くわ、この後。これ配信にならないよ。ふわっち行こう。うん、行ってくるわ。アフリカ TV はやってない。ちょっとこれ、回線重すぎる。のんたいるよ、後ろに。うん。柏木なんだろうね。なんか彼女ができて引退したらしいよ。彼女だって。うん。壊れかけのダフ屋です。ツイッターに爆弾落としました。壊れてます。ダフ屋のツイッター見っか。ダフ屋おはよう。壊れちゃったの？ダフ屋。マジか。壊れたか。ダフ屋おはよう。ちょっと待って、ダフ屋のツイッター見るわ。ダフ屋がぶっ壊れたらしいぞ。爆弾投下？ちょっと待って、見てみるから。あれ、ダフ屋どこだっけ？あれ？カオコのアカウント、カオコ今何でアカウント登録してる？あれ？カオコどれだ？アカウント探すのがめんどくせえな。どこだ？カオコ。窓公認ショップから飛べたっけ？あれ？カオコのアカウントどれだっけ？ノンタンに挨拶したい。ノンタンは今ノーメイクだから、ノーメイクの時出てこねえから。フワッチはアイテム投げたら収入になるよ。例えば花火一発撃ってくれたら俺に500円入るかな。うん。でもだったら振り込んだ方がいいけどね。うん。スクショあげます、これ爆弾なの、これ昨日の話じゃないのこれ、昨日の話でしょ。地面って言っても畳だからクッション代わりになって壊れなかった。あ、それはあるかもしんないね。あ、でも、俺、ちょっと俺のうんこしたいな。うんこしてえな。風船はお金になんないらしいな、あんまり。風船は本当にならないから。花火が一番いいらしい。でも、応援しようって思ってる人がいるなら、お金がなくて応援しようと思ってる人、まあお金がある人はお金で応援も一番嬉しいんだけど、お金がない人はね、コメント打つっていうのも応援なんだよ。放送見るっていうのも応援なんだよ。だから、放送一緒に盛り上がろうとか楽しもうとかコメント打つって、実は新規のリスナーさんがどんどん入ってくるから、リツイートしたりとか放送を広めてみんな面白いよこの放送とか言ったりとか、そういうのも応援だから、なんか応援とかいろんな形でできるんだよ実は。だからお金がない人はそういう応援の仕方もあるし、コメント打って放送楽しむのも応援だし、余裕のある人はその風船とかね、その花火とか投げるのも応援だから、応援の仕方っていろいろあると思うよ。いろんな人がいるんだから、自分なりの応援で頑張ったらいいんじゃん。ハンバーガーくれ。
ハンバーガーはなんか5個で、5個でいくらって言ったんかな？ 5 個で100円にな、5個で50円か。うんこすします。ネイチャインありがとう。ワドツでーす。広告ありがとう。ふわっち行くよ、ふわっち。みんなふわっちの URL 登録した？ふわっちでブイブイ言わせようぜ。ニコニコサーバーが限界だから。うん、そう。応援にはいろんな種類がある。トイレ行きてえな。15位ランクインありがとうございます。15位ランクインありがとう。朝フォローした、ありがとう。フォローありがとう。姉ちゃん、何秒か広告開くの三条ブロックかかってしまいました。ワドツです。あ、姉ちゃん。姉ちゃん、ふわっち行くよ。ふわっち、知ってる？姉ちゃん。今から、ちょっと今日ニコニコサーバーが重いから、ふわっちやります。ふわっち知ってる？姉ちゃん。姉ちゃん、ふわっち行こう。ふわっちわかるかな、姉ちゃん。姉ちゃん、ふわっちっていう配信サイトがあるんだよ。ふわっちっていう配信サイト。そこで、ふわふわするから。ふわっち知らない？姉ちゃん、ツイッター始めてよ、マジで。姉ちゃん、ツイッターあるとめちゃめちゃ便利だから、姉ちゃん、ツイッター始めよ。ツイッター。あのさ、食事とかいちいち写真撮るのやめた方がいいよ。アホだと思われるよ。なんで？なんでアホだと思われるの？俺のランチめっちゃ楽しみしてる人いっぱいいるんだけど。俺のランチが楽しみですっていうリスナーさんいっぱいいるの。ブルテリアじゃありません。やめてください、アンチコメント。いじめないでください。かわいいかわいいワドタンを。やめてください。いじめないでください。やめて。いじめないで。なんでみんないじめんの？和道のこと好きなの？俺のこと。ゲストさんいらっしゃい。ベラ帰ったの？俺の彼女をベラって呼ぶの本当にやめて。ねえ、なんで俺の彼女をベラって呼ぶの？マジでやめて。それ失礼だから。人の彼女に対して妖怪人間ベラとか。水沢アリーだから。水沢アリーって呼ばれてるから。ほんとやめてください。ベラじゃありません、僕の彼女。早く人間になりたいじゃないから。昨日大笑いしてたろ。いや、でもちょっとかわいそうになってきたから。俺彼女と関係を維持したいから、仲良くやっていきたいから、ベラって言わないで。フルボッコにしないでください。ブルテリアの画像出せ。わかったよ。そんなに似てんの？ブルテリア。あ、似てる。あ、そっくりだわ。俺じゃん。まんまに、そっくりじゃん。うん。ちょっと似てるな。俺、ブルテリアになったんだ。ちょっとかわいいな。ブルテリア似てるね、俺。アホ面が。あ、似てる、ブルテリア。あ、似てるわ。似てない？ブルテリアに。親父もブルテリアにだもん。ウケるわ。かわいい。ブルテリア買おうかな。ブルテリアっぽい。ウケる。ちょっと似てるね。暗黒行ってらっしゃい。和道さん躍動感あるね。ある？躍動感ある？ちょっと似てるわ。ブルテリアっぽいね。
スイーツ系女子であるまいし、おっさんがランチなんか取るなよ。違うよ、俺がやりたいのはもっと、違うの。なんか金持ちばっかりがランチをやってるでしょ？金持ちが、なんか、神戸牛とか、米沢牛とか、今日はフグを食べたとかやってるぞ。俺もやりたいの。俺もやりたいけど、貧乏だからできないから、俺は桜水産のアジフライを、メンチカツとかアジフライをやって、金持ちになった気分になってるの。わかるでしょ、気持ち。俺らだって、今日パフェ食べてるよって、三人でってやりたいじゃん、パシャって。今日はみんなでランチだおって。そういうノリでやってるの、俺が。まずそうじゃねえわ、桜水産だわ。ヘラる直前にこんな顔してたうるせえよ、うんうん、そういうノリです。分かってねえな全然。まずそうなランチとかやめてよ本当。まずそうなランチとかやめてください。だから庶民だってご飯をツイートする権利ぐらいあるはずでしょ。だいたいさ、なんなん本当に。俺のツイッター別にさ、みんなが見れるようにして見に来たのはお前だろ。お前が和道今日どんな生活してんのかな、和道何考えてんのかなって見に来てんのに、なんで文句を言うの。俺だって別に表現の自由があるわけじゃん。お前らが勝手に知る権利を行使しただけでしょ。なんで別に誰も不幸にしてないじゃん。不幸にしてないじゃん、ゲストさん。なんで俺のランチ見に来たのはあなたじゃないですか。でしょ？やめてよ。過疎生主の帝王和骨。過疎生主の帝王です。はい。もうすぐ中継になりますから、あんまそれ言わないでください。ねえ、庶民ランチ的な感じでいいじゃんね。だから生活保護の人間はこういう飯食ってるんだっていうリアリティだよ。うん。あれ？また PTBT だ。なんだよ、今日、風当たりが強いよ。本当は和道のことが大好きなんだよ。ありがとう。ワッチ行くはもうダメだ、限界。見に行かざるを得ない心境にしたワドさんが悪い。本当は俺のランチ好きなんでしょ。素直になれよ。本当は俺と一緒に桜水産行った気分になってんだろ。ねえ、本当は桜水産に一緒に行った気分になって嬉しいくせに。じゃあお前らに雑学の帝王ワドからすごい雑学を提供しよう。足立みつるが書いた漫画のタッチってどういう意味か知ってた？あれはバトンタッチって意味らしいよ。俺は今日ね、2ちゃんのまとめでそれを見ました。あれは、和也から達也にバトンタッチのタッチだって。俺はね、達也のタッチだと思ってた。自分の飯代は自分で稼いでるからいいじゃんな。飯代は稼いでますよ。なんて言ったって僕はアルバイトで7万円稼いでますから。就労支援 A 型で7万円稼いでますから。うん。回線なのかな？なんかすげえ今日ハズレが多いから、PTPT してますよ。アニオトだよ、俺。もういいよ。俺はもういい。ふわっち囲われてくるから。ふわふわしてやるから。もういいよ。いいよ。お前らがそんなカリカリするんなら。何がニコニコ生放送だよ。何がニコニコだよ。全然ニコニコじゃねえよ。クソだよ、本当に。何がニコニコだよ。騙されたよ。サイト名に騙されたよ、俺は。全然ニコニコしてねえよ、この3年間。バーカ。カリカリ生放送に名前変えろ。うん。グダグダ生放送とか。グダグダとかカリカリとかピキピキ生放送だよ、これ。どこがニコニコ生放送なんだよ。うん、もうやだ。おこおこ生放送、もう限界です。ふわふわします。ふわふわします、僕は。ふわふわしちゃう。
いいもんいいもん、向こうで囲われてくるもん、やめない。ふわふわする、ふわふわする。そんなブルテリアとかさ、桜水産の写メをあげるなとか、彼女は妖怪人間ベラとか言われて、もう気分悪い。そんな30分間も可愛い可愛い彼女を、俺のスイートハニーを、彼女はリスナーさん、ネタが多くていい。そうだな。ていうかマジで今日回線重てえな。なんだろう、ラグがすげえな。半端ねえわ。ニコ生今日マジでダメだね。やばいね、ほんと。なんだろう、これ。マジでダメだわ。マジでやばい。彼女とはね、ニコ生で出会ったリスナーさんだよ、もともと。これ放送成り立たんでしょ、放送が。じゃあ皆さんお疲れ様でした。他のところ影響ないらしいんだよ。そうなんだよ、牛島くん。俺嫌い。一回読んで一話見てもダメだった。俺あの人の不幸の話あんま好きじゃない。人の不幸をやるならファンタジーでやってもらいたい感じがある。うん、和道のチンチンの動画上げないでください。和道のチンチン貼らないでください。やめてください。和道のチンチンを貼らないでください。イカ臭い雑談は今日はない。あの大好評シリーズ和道のイカ臭い話は、あの松本人志の滑らない話に匹敵すると言われてる和道のイカ臭い話は、明日に繰り越しです。ちょっと今日なんかリスナーのね当たりが強いので、はい、和道龍樹のイカ臭い話は明日にします。残念です。大好評シリーズでもイカ臭い、あのイカ臭い話はシリーズ化したいね。芸人さん、若手芸人バーって集めてサイコロ振ってやりたいね。和道高光のイカ臭い話、テレテッ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 テレテッてっ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 てれて、ワードリュズの、じゃワード高光のイカ臭い話スペシャル。今宵のゲストはね、えやりたいよね。六本木編聞きたい。六本木編やりたいよね。うん、彼女とはね。